マサブチャンネル始まりました。はい、暑いよ渋谷今日は。暑すぎだよこれ。暑いっすね今日。暑いね。暑い、この暑い中バイク乗る。どっか行くんでしょ今日。今日はまずさ、ツーリング企画ということでマサブチャンネル。そう、ツーリング？ツーリングってことは一人じゃないね。そうなんです。今日はマサさんともう一人来ていただいてたんです。なるほど。早速ご紹介させていただきます。はい。この方です。お願いします。よろしくお願いします。三浦翔平さんです。はい。いや、暑いですね。ツーリング、豪華なゲスト来ちゃいましたよ。まさかの三浦翔平さんから。そうですよ。だから実はハーレー乗りだというね。はい。三浦さんバイク趣味でお好きということで。そうですね。もうハーレーだと今3代目。3代目。乗り継いできまして。なるほど。今やっと落ち着いたところです。なるほど。はい、ということは。全然僕より先輩ですね。ハーレーで言えば。じゃあちょっとそのね、ツーリング行きましょうよ、はい、このピーカーの中ですね。ちょっと暑いね、今日ね。今日ツーリングはどこに行くんですか。今日はちょっと海の方に。海の方に。千葉の方に。あ、了解です。はい、行きたいなと思ってるんですけど、ちょっとこう、ツーリングしながらなんか最後、美味しいものでも、ランチでもいいですね、しようかなと。はい、はい、じゃあ行きますか。まあ暑いですけど、風を感じながら今日は。そうね、はい、安全に行きましょう。そう、ちょっと空いてれば気持ちいいかな。はい、了解です。はい、じゃあ行きましょう。行きましょう。お願いします。食べてやってれば、はい、そんな丸っこくなんないって。
は全然違いますね。動きが全然。あとはなんかこう、いい契約でしたから、精神、いろんなストレスがなくて。はい、なんかいろんなものを解放されて。そうです。ついにね、九十九里着きましたよ。はい、はい、2時間ぐらいですか。2時間ぐらいでしたね。結構気持ちよかったですね。あの道沿いやっぱいいです ね、この九十九里有料道はね、やっぱこう海沿いに来ると潮の匂いとか、ね、こう、あのねすいません、体感がちょっとなくて、バイクでもうここ疲れちゃった。なかなか疲れますよね。いやでも楽しかったですよ。いいツーリングでした。 あと今回はやっぱまさとさんチャンネルのスタッフさんがすごいちゃんとしてるなっていうのを感じましたね。それだけはちゃんとしてますね。もう、 うちのチャンネルはひどいんで、ノリで撮ってるんで、そう、あ、こうやってちゃんと撮るんだなというのを学びました。あと走りながら、まずさんのあのデジタル、あれなんでしたっけ、あのメーター、キラ、あれにしようかなっていうのをちょっと考えてます。あ、そうですか。いやでもやっぱ翔平くんのバイクもやっぱこう、やっぱカマキリこうでかいんで、まあこうバックミラーで見るといかついわけですよ。でたまにブローンっていくとでかいのがいくからってだからね、やっぱいいんですよね、はい、まさに国王号でしたね。そう、国王号みたいな感じよ。なんかさ、全然違うジャンルでしょ、俺のバイクと。ブレイクアウトと、ブレイクアウトと。どうですか、もう次はもう買うの決まったんですか。いやだからね、まだ決まってないですけど、ああいう翔平くんみたいなのもいいなみたいな、ね、もっとでかくするでかくいかつくでもまずはいや、そもそもお腹空いたんだよ。そうだね、そうですね。店をちょっとですね、お世話させて。あ、はい、ありがとうございます、はい、ご飯食べて、その後また仕事があるんですよね、はい、フジテレビに戻ります。はい、わかりました。じゃ行きましょう。はい、行きましょう、はい、さあ、到着しましたよ、マルニ。マルニさん、はい、ここでね、ちょっとマングル食べてランチして、いや楽しかったですよね。ちょうどいい距離ですね。ちょうどいいですね。なんかサクッとには、うんうん、このくらいだとまあ疲れないね。じゃあ次は、はい、日本一周ですね。日本一周しますか北海道ですね、北海道行きたいですね、出身でね。
またじゃあ今度一緒に走って、はい、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。これね、実はコラボなんですよ。はい、はい、三浦君側ではね、キックボクシングやってるんで、三浦君強かったわちょっと見てみてください。はい、さよなら。良かったですか。気持ちだけ上がってますよ。めちゃめちゃ飲みますね。